山下美月が10月スタートの TBS 系日曜劇場下克上球児に出演。10月スタートの TBS 系日曜劇場下克上球児に山下美月の出演が決定しました。本作は高校野球を通して現代社会の教育や地域、家族が抱える問題や様々な愛を描くドリームヒューマンエンターテインメントです。山下が演じるのは越山高校野球部員の一人、根室千尋の姉、根室ゆずき。ゆずきは事故で他界した両親に代わり弟の面倒や祖母の介護をしながら美容師として働いていて、家庭の金銭事情は厳しくとも弟には大好きな野球を3年間続けてほしいと思っているしっかり者の姉です。この度山下は日曜劇場初出演。